それじゃあ、スインジテレフォンやっていきます。これは？スタートかな？お、始まった。わーい。まあ、どんなゲームか全然把握してないんですけど。なんか電話をかけていって、なんかダンジョンを探索するみたいなものらしいで、ゲームらしいです。音響が基本だからな。よし。始めましょうか。はじめに、このゲームは主人公のジルと電話のグラハムが協力して閉じ込められた世界から脱出するアドベンチャーゲームです。もう脱出ゲームみたいな感じか。唯一現実と繋がっている扉のある世界、こっから脱出するには鍵が必要です。様々な気分。あ、なるほどね。電話していって、奇妙な世界に行って、電話を切って、奇妙な世界から帰ってくるみたいな感じね。おー、なるほどね。探索を続けると様々なアイテムが手に入ります。気になる場所で使ってみると何かが起こるかもしれません。電話をかけた世界に続けると、グリッチが増え続けていき、徐々に世界が崩壊していきます。時間制限があるってことかな？知り合いと電話番号を交換することで、より多くの世界を知ることができるかもしれません。様々な番号へ電話をかけて、スインジテレフォンの世界をお楽しみください。なるほど。あれかな？夢日記みたいな、なんか。もう右がグラハムで、この子がジルか。起きろ。ジル。ちょ、ジルどうやって話しかけんのこれ。な。なにこれ。ああ、これ多分オブジェクトだな。あ、これが、グラハムに電話をするね。これは？操作は？他はないか。これ何？まあいいや、電話するか。どうしましょうかね。6桁か。そうですね。まあ、123456が基本だよな。開けよう。ちょっと怖いな、ホラー地区だな。ディスコネクト？これあれかな？なかったってことかな？ああ、で、左はグリッチか。なるほどね。試しに5まで待ってみていいか？やだな、怖そうだな。やだな。なあ。ちょ、ほら、ジル君の服装見るから。これね、赤いハイヒール履いてるのね。かわいいわね。あ、ちょ、大丈夫？ね、これ大丈夫？ねえ。ねえ、これ大丈夫？なあ、グラハム君。ああ、大丈夫じゃなさそう。強制送還か。あ？え、死んだ？嘘？終わり？え？どっちこれ？帰ってる？終わっちゃった！なるほどね。なんか点灯してる。行こう。なるほど。グリッチが溜まるとそうなるわけね。行くぞ。あ、ここなんかありそうじゃん。これこれこれ。視界が荒れていて、この状態で何もわからない。へぇ。これ何？あ！あ、しまう！こんな風に移動できるんだ。これ何？視界が荒れていて？何？チャンネル合わせろってこと？あー、なるほど。あ、これ111からどっか過去に帰ってる。他のとこに移動してない？これ。これ111の09とかに行ってんじゃん。だから左だと前に行くんだ、これ。
ほら、111の08だもん。なるほどね。じゃあ、一回出るか。アンノンヒルス。じゃあ、これ、覚えなきゃいけない、もしかして。あ、もうな、お、なんか、ダクソワンの一番下の、なんだっけ。武器強化してくれる人みたいなのがいる。ちょっと、帰らせ。やばい、時間が切れる。危ねえ。危ねえ。相当危ないとこよ、今の。始め、じゃあ、始まりに行くか。あ、なんかいる？なんで視界が荒れてるんだろう。なんか、あ、これいいんじゃない？ダメだ。これは？怖い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 。お、ここいいんじゃない？脱出できそう。はい。くそ。めっちゃコンコンするじゃん。他のとこで見たぞ、お前。なあ、グラハム、どうすればいいんだい？お、めっちゃこいつキンキンするじゃん。あ、え？やべ。あ、死んだ？死んじゃった。だからグラハムと一体化しちゃうの？この QR コードみたいなやつ何？下の動きだからフォーンっていうことしかわからん。ゼロがコアでしょ？あ、なんか来た。あれ？え？取れんのこれ。あれ？え？なんでこれ出るの？うん、じゃあ調べる。ここ行こうぜ。あれ？さっきまで取れなくなかった。まあいいや、行こうぜ。で、多分この状態で、これ。お、やった！出たぞ。184733。なるほどね。184733ですってよ。ちなみに184733メモってる？メモられてないか。まあ、いいや。184733。はい、けよ。ゴグラハム？あ、グラハム有名人なの？のような雰囲気かもしれないし。ああ、なるほどね。こいつは喋れ、いや、喋ったじゃん、やっぱさっき。さ、物色させてもらうぞ。あ、ここさ。古い形式の電話機のようだが、何者かによって壊されている。なるほど。サーチデバイス。おー、楽しそうな品が手に入ったな。なんだこれは。どういつこんな？電話を強化し、番号によって生成される世界を先読みできる。ああ、なるほどね。あ、ここあれじゃん。甲府の人いるじゃん。何してるの？無限のじょうろ？何してる？え、なんか、え、ありがとうございます。職人！ありがてえ。ありがとな。ねえ、あ、じゅうちゃん、これちょっと調べようよ。なにこれ。絵に意味あるのか。ないねえ。SOS などマークに、サイトに貼ったマークみたいだねえ。便所虫出てきちゃうねえ。壊れた柱だ。あ、やべ、そろそろ出ないと。時間が！うおー！あぶねえ。あぶねえ。あぶなー。使えないのか。これは？巻くな、水を。あ、なるほど、これか、先読み。この左上の緑色の電光掲示板みたいなやつな。あ。やば、これ。めっちゃ出るじゃん。やばそう、この世界。大丈夫か？ 7 人ぐらいいるが。たくさんの本が並んでる。あ、オブジェクトの数か。
下の扉は鍵がかかっている。万能鍵みたいなのがあるのかな。古びたランプ、電源は入りそうだが、電球はない。そのランタンで火与えたりとかできないの。お、双眼鏡だって。やったね。何に使うの？覗き？あ、双眼鏡じゃないこれ。ほらほらほら。使おうよ。使えなかった。これは？星だ。星が見える。双眼鏡は？椅子だよ。古びた椅子。かわいい。これすごいな。なんでそんな急にくつろぎ始めたんだ。難しさの方がたくさん並んでる。これちょっと水あげられない？この、ちょ、くそ。本に水あげちゃったね。出るか。なるほど。ちょっと待ってね。じゃあ、あ、調べたら出るな。あ、ちょっと待って。じゃあ、始まりの地に。何これ、ウサギじゃないな。モザイクでウサギかと思ってたけど、ウサギじゃねえな、これ。あ、逃げられた。水あげられないウサギに。くっそ。あれ？あ、ホーンテッドハウス？あれ？エントランスじゃこっちか。こっかエントランス。終わりか。わわわわわわ。冷蔵庫じゃなかった。なんだこれ。あ、出た、ロケットだ。こういう。燃料が不足してるみたい。燃料があればお前飛ぶ気か。ロケットくん。あ、いたいた。なんかくれよ。終わった。職人。こんな未来まで来たのに。職人。あと一個いけるな。あ、エントランスだ。いっぱいあるわね。4まではいける。4まではいける。バックヤード？こう月じゃん。ウサギだよ。え、死んじゃってる。嘘。わあ、怖そう。ここ行きたくねえ。なんでこんなとこに行かなきゃいけないんだ。なあ。嫌なんだけど。行きたくねえ。ああ。あ、でもディスコネクトだ。さ、1234ホールドもディスコネクトだったな。ちょっと待って、これさ。444の3ぐらいから行ったらどうなるの？これ4から入れるじゃん。怖い。あ、でも老人。老子がいる。どっか寂しそうな目をしている。ちょ、これ話しかけないの？怖い、ここ。顧客が怖い、ここ。ほら、お水だよ。何も起こらないって言われないから。で、ここ行ったらどうなの？あ、切られちゃうんだ。なるほどね。あ、また、わからないオブジェクトがあるな。うわ、ゴミ山。レペア用ネジ。これ職人が欲しそうだな。あ、だから職人の場所メモっとけばよかったな。これ新しいやつだな。わー、怖ーい！何これ？殺されそう。あ、泣いてる！ちょっと、なんでそんなひどいことしたの？泣いてんじゃん。かわいそう。こんなつもりじゃなかったのに。ほら、お水あげるね。ダメだ。かわいそう。ただただかわいそう。ちょ、ジルちゃん。ひどいよ、それは。いや、でも、狂気振りま、むやみに振りますと危険だっつってんだろ。なあ、お前が悪いんだぞ。なあ、よし。新しいやつ。うわ、怖い。あ、お水欲しいか？あ、
自分ナタ持ってるんですけどいいっすか。元気そうだ元気そうだなんだあ、そうっすか。あれ、ここもう一つ残った。あれ、終わり。あ、やっぱもう一個あるよな。なんだろう、ちょっと待った、もう一個なんかあるんだよ。なんかあるのよ。レンズを通して見た特定の物質を具現化する不思議な。あ、待って、なんかある。あれ、もらった覚えのないものがある。あ、スクショ機能だった自分の殺人現場っていっぱい通っちゃった。もうここなんもないんだよな。ここ取っとくか。出よう、電話帳に取っとくか。ほい。ここも知らないものがいっぱいあるな。わーい楽しそうな音楽、怖いけど。調べるだけ。困ったらナタを振り回せってのを学んだからな。ダメだ。さようなら。なあ、この後何歩こう。えい。あ、この子も泣いてる。あ、いや、返して。使うから、それ。じゃあな。112334な。一応覚えといてやるよ。君のことを覚えといてあげよう。まあ、取ったやつ小銭じゃないけどな。まあ、覚えといてあげよう。かわいそうだからな。あ、知らないやついる。あ、なんか標識変わってるじゃん。あの、SOS さんのマークみたいなやつじゃないやつがあるじゃん。通行止め。合図。あ、あ、なんかその目は何を見据えてるんだろうか。俺も、あ、ちょっと待って、ここ行って。えい。俺もじゃあ何か見据えるか。双眼鏡でな。使えねえ。あ、お前もか。すまん、ナタを借りてくわ。お、ここは？こいつな。お前メミンな。シュッ。あ、やった、倒した、やった。え、いいの？ちなみに彼どうなる？生きてるなんか不快なものを殺せるだけじゃねえか。俺もじゃあ双眼鏡見るか。ダメか。じゃあ隣行こうか。ラミエルがいる。喋らねえ、ラミエル。うるせえんだよ、ピーピー泣きやがって、死ね。くそ。あ、ウサギじゃん。竹はまだ育ってないみたい。え、竹取り物語始まるのこれ。竹取りの大きな始まっちゃう？ね、野山に入りて、竹をよろずのことに使い切りできるじゃん。そうなってくると、あのネジが使える場所があるはずなんだけど。ベロ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 。水とかどう？飲みたくない？飲めないか。お前の子供たちの目の前で猟奇的な行為に及んでやるぜ。やめろやめろ。時間ねえ、時間ねえ。及ばせろ。ほら！ダメだわ。あ！これじゃん。動き進めるな。ほら、ジョルだぞ。お、やった！青い花。何使えるんですか、これは。ありがとな。ジジイ、これ使えねえか。な、ジジイ。リペアネジが好きじゃないか。好きじゃないか。フ
フォレスト。あ、じいさん、元気？寂しそうな顔してる。どうして？これは？お、手紙くれた。何これ？あの冷蔵庫が手紙食べちゃったらできる。誰宛て？じいさん。じいさん、誰宛てこれ？ねえ。花飾りなんだ。あ、知らない人が二人もいる。あ、焚き火ね。あ、消しちゃおう。シュッ。あ、消しちゃおう。何使うんだこれ。火山みたいになったな、なんか。誰かがいるときじゃないと意味なさそうだな。またここ、うんぼぼさやってる。うさぎたち、火は怖くない、怖いんじゃないか？消してあげようか？はい、意味ないですね。あ！おい、切ろうぜ。なあ、お前切れるよな。ほら、ナタだ。くそ。暗いナタだ。はい。あ、いたいたいた。お前さ、お手紙食べちゃうその顔してるよな。ダメだ。飴とか好きじゃないか。飴。飴ないかな。ダメか。あ、じじい。髪飾りはどうしたお前。未来のお前手紙渡しに来たぞ。クソ。ダメか。じじい。ダメか。元気な子のじじいじゃないと受け取ってくれないんだな。何これ、細長く背が高い。何を見てるんだろう。お前どうだ。お前は手紙読めるか。字は理解しているか。していないな。識字率低いな、この世界はな。その枯れ尾花のように細い手足、ぶった切ってやんぜ。よし。特に何もなかったな。これ燃料以外にさ、これ直せない？やっぱ使えないか。壊れてないもんな。燃料さえあれば横切るみたいな面してたもんな。あ、ここ234336か。お前の先か。633432とか上げてみる？ 633432。誰もいねえ。あ、なんか調べられる。カラッカラに乾き切っている。ああ、バカバカバカ。潤してあげようぜ、上路でよ。水だよー。ジャバー。おお、蘇った。ミラクルシュガーを手に入れた。プルプルしてて舐めると美味しそう。舐めるな。舐めるって発想に至るな。あ、ポストじゃん。あ、出せる出せる出せる。あ、バカ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 。ちょ、待って、出せる出せる。やった。手紙出せる手紙出せる。よーし。あ、ちょ、ここもう一個なんかあるんだよな。ちょ、待って。あー、そうなってくると、じいさんの場所わかんねえ。メモっとけばよかったな。三学校に対して興味を抱いている。ここいっぱいある、なんか。扉じゃん。鍵が上がってるとか、鍵が上がって存在しない。ベッドだ！サッカーベッド。だ、もう鍵。うわ、怖い！なんか怖い絵がある。あ、なんかいる。ここもあれかな。あ、新しい人だ。すごい量の花粉だ。求愛している。あ、求愛している。これどう？ダメか。あ、また新しい人いる。あ、こっか。ここわかんないんだよな。見えないものを
見えないものを見ようとしてって感じかな。あ、試しにさ、ランタン外すじゃん。ほい。で、外側に気を使ったらどうなの？あ、ダメか。くそ。あ、いたいたいた。331、3331いる。ジジイ、手紙出してきたぞ。あー、しょぼくれてる方だ。誰かが手紙を届けてくれたようだ。マフラーの隙間から今はこぼれている。いいんだ。ちょっと待って。このゲーム機。クソガキいる？だいたいゲームを欲しがってるんだ。クソガキって相場が決まってんだけど。お前ゲーム機とか好きか？職人。ダメか。あ、ここ新しいのいる。見えないやつかな？見えないものを見ようとして。あ、違うわ。なんかあるわ。謎の機械。パーツが少し。あ、来たじゃん、これ。リペア。あるよ。直すな。ネジ。スー。あ、万能な鍵だって。ドラクエの最後に手に入るやつじゃん。ちょ、開けようぜ、なんか。あ、ちょ待って。開けようぜって思ったけど、どこだっけ？あ、こいつ、ここ開けるんじゃない？エントランス。何これ？怪しい粉？何使うの？この砂糖。どう？使えねえ。あ、死に始めてる。お前も同じとこに送ってやろうか？試しに送ってみ。あ、ダメだ。逃げられたわ。じゃあ送れないんだな。あ、選別にお水かけてあげる？あ、キラキラしてる。ダメだ。綺麗になっただけだった。やっぱ酒かけなきゃダメか。あ、ここか。ジジイ。あ、あのジジイと、あの落ち込んでるジジイ違うジジイなんだ。同一人物だと思ってた。あ、そうなんだ。これ窓か。でも窓ちょっとさ、いろんなとこ覗きに行きたいんだよな。多分月がある場所があるんだよ。なさそうだな。月を出すのは俺か？もしかして。月を出させる手段が手に入りそうだな。なるほどね。ちょっと待ってね。じゃあ。ちょっと待って、マジで見当たんねえ。あ、お墓に花でも添えに行くか。あ、やった、出た。これじゃん。適当に行くのやめろって感じだけどね。ここいろいろあるな。ここメモろう。あるんだな、鍵が。万能鍵多分これしか使わないよな。よっ。鍋だ。鍋？火があったかな？鍋とシュガー使えば何かできそうな。あ、火がねえわ。これ、あれじゃない？見えないものか、切断された世界かのどっちかじゃない？見えないものだ。見えないんだよな。チョコって何？ああ。あ、ええー。あ、焚き火。なるほど。焚き火に火をくべに行くわけか。しかしなんか二つ見たことないやつがあるんだよな。あ、ちょっと待って。誰これ？あ、ディスコネクトってこういうのが飛んでんの？あ、そうなんだ。ソケットと電源。なるほどね。あれ電源なんだ。あ、やっぱ、ウーだ。やっぱ、ウーとあの人違う、こいつ違う人だ。これ、ウーと遠くから友人を見守ってる忍者のように消えることも。違う人だったら錆びれたわけじゃないんだ。こいつか。やめろ、気が狂うわ。じゃあ、あの作業台で電源取ってきたらいいのかな？おい！殺された！なんで？あ、ハテナでいたと、あいつがいるってことか。